こんばんは、ニュースの時間です。またしても生活の根幹を揺るがす判決が下されました。30年前から司法の場で争われている何でもかんでも納豆を入れる男についに死刑が宣告されました。死刑宣告は3年ぶり5度目となり、近年まれに見る出来だそうです。納豆単体で食べること自体は何ら法に触れることのない健全で健康的な行為ですが、味噌汁やカレー、うどんにラーメン、揚げ句にはキャラメルフラペチーノにまで入れるのは極めて非人道的で、私欲と打算に基づいた冷酷で残忍な行動であり、情状酌量の余地は一切ありません。めっちゃ死刑を言い渡します。この判決によりおよそ20名の納豆被告人の死刑が確定しました。しかし納豆弁護団はこの判決を不服とし、いまだなお裁判所に居座り抗議中とのことです。納豆を何にかけようが、それは個人の自由であるべきです。和食だろうが洋食だろうが関係ない。納豆のコクと粘り気があらゆるものをマイルドにしてくれる。キム・ジョンウンとプーチンにもかけてやりたいくらいだ。私は諦めない。娘が納豆の糸で編んでくれた手編みのセーターのためにも、納豆さえかければコンクリートだって食えるようになるんです。これまで粘り強く戦ってきた先人のためにも諦めるわけにはいきません。もう逆に納豆をかけないやつを全員処刑してしまえばいいんです。この死刑判決により、納豆、そして何よりマヨネーズをかけることも実質極刑となりました。無念です。